インフォ神奈川やさしい日本語。日本語のクラスが始まります。海老名駅の近くです。初めて日本語を勉強する人のクラスです。一緒に勉強しませんか？8月23日から11月8日、全部で20回です。月曜日と木曜日の朝10時からお昼の12時までです。場所、海老名市文化会館。海老名駅から歩いて5分です。お金はいりません。0円です。教科書を買います。2640円です。8月5日までに申し込んでください。できるだけすべての日に来てください。コロナウイルスでクラスのスケジュールが変わるかもしれません。インターネットで勉強する日があります。詳しくはホームページを見てください。